さすがでかいわこれ。めちゃくちゃでかい。めっちゃツルツルしてるこの木。めっちゃ質の良さそうな木ですねこれ。すごいなこれ。え、これ東大寺のやつ。すげえ、掃除めっちゃしやすそう。やばい、めっちゃ綺麗な。やば。皆さんどうもこんにちは、マイピカです。さあ今日は今どこにいるでしょう。前にさ鹿がめっちゃいると思うんで分かると思いますが、まあ、なんか草食べてますね、寝転がりながら。結構可愛いですね。ちょっとこれ以上ズームできないんであれなんですけど、今日はですね、はい、こっち、はい、これかな、はい、東大寺ですね。はい、ちょっと広角で撮ってみましょうか。すごいですね東大寺ね。これ何なんやろ、木造かな。木造っぽいけどね。大仏殿って書いてる。今日はねここをちょっとね見ていきたいと思いますね。はい、じゃあちょっと上がりましょうか。まああの相変わらず観光客がめちゃくちゃ多い。鹿はねそこら中にいますね。でここのね右側にあの大仏がいるかな。大仏っていうか像がこれね、見えてるかなこれね。はい、すごい休んでる、ね、ここの段差がさ結構でかいんですよ、ね、ここを乗らないとね多分飛び越えていけないと思いますね、こういう風に。はい、よいしょ、ね、ちょっと行きましょうか奥まで。はい、鹿かわいいね。ちょっと奥まで行きましょうか。はい、なんかあの左側にめっちゃでかい手ありますね。なんなんやろあれね、記念撮影してる大仏の手ね。うわ、この松めっちゃでかいですね。ほらこれかなりでかいでしょ、うん。まあ奥の方行きましょうか。はい、まあここはね奈良公園の中かな、うん。まあ、奈良公園ね昔に一回行ったことあるだけで何も詳しくないんで、まあ、ちょっとねそこはあれなんですけど。で東大寺といえばなんかすごいでかい建物あるじゃん、横に広い、あれをちょっと取りに来たっていうね。ああ、なんか書いてるな、注意事項書いてる。奈良公園の鹿の奥は人に慣れていますがあくまで野生動物です。時として人を攻撃することがありますので、特にご高齢の方や小さなお子様連れの方は注意してくださいって書いてますね。叩く、噛む、突く、突進だって出てますね鹿ね。でめっちゃ紅葉、あの赤色のやつね。まあ、こっち側行きましょうか。これね、ここの池取りましょうか。五重の塔もあるんやったかな。ここないんか、興福寺か、五重の塔あんの。ここもね確か一回行ったことあるんですよ子供の頃に。だから全然覚えてない。うん、まあ、奥まで行きましょうか。普通にしかいますね。どっから入るんやろ。でね、配管料いるはずなんで。ここも大阪城と同じくドローン禁止って書いてますね。ね、はい、すごいですねこれね。あそこにも鹿いるやん。あ、なんかある、なんかいますね、仏像みたいなの。ここの中も鹿が寝てる。鹿ってだいぶ近づいても大丈夫なんかな、あらんけどね。こっちね、こっち、ほらここ見えてんのかなこれ、上明るさが的にどうなってんのか分かんないけど。でこっちっすね。あー、ここか。ここからだと微妙に見えますね。すげえでかいな。すごいここ長いですね。ね、あと観光客がめっちゃ多い。あとね、超広角レンズ使う理由はね、超広角とかね、広角レンズを使う理由はね、人の顔がアップに映りにくいというのがあるんですよ。かなり近づかないと人の顔アップで映らないんで。チケットでゲット、ピンと合ってるか分からんけど、このチケット持ってないと多分奥に入れないと思いますねこれね。600円です、はい。なんか日本語のガイドと英語ガイドと中国語のガイドかながいるみたいですね、うん。今いないけど、ね、ほら音声ガイド、あ、こっちにいるのか音声ガイド。これさめちゃくちゃ人多いんやけど、こっちは結構綺麗ですね。ね、うわすごい、あの上で寝転がると気持ちよさそうですよね、うん。でこっちがさめちゃくちゃ人多い。これほらこれめっちゃでかいですねこれ。あのね外国人観光客めっちゃおんねんけど、なんかインドのタージマハルとか
みたいな感じ。めっちゃでかいっすよね。めっちゃ人集まってるから。ほらこれすごいでしょ。なんかあの正面でなんか焚いてますね。うわでか、さすがでかいわこれ。めちゃくちゃでかい。ね、はい、超広角レンズやったらここまで寄ってもね、あのいける。だからここら辺って人いないんですよ。ここら辺で全体像を捉えようと思ったら超広角レンズ持ってる人しか無理なんですよね。だからほらこれ見たら分かると思いますけど、後ろの方で写真撮ってるでしょ。あれはね、望遠レンズとかね、超広角レンズがないとあそこの後ろから撮らないといけないんですけど、ほら超広角レンズ換算15ミリかな、超広角レンズだとまだもうちょっと近づけますよね。これぐらいいけんじゃないか。めっちゃ近づけるんですよ。ここら辺誰もいないから、ほらめっちゃ全然いないでしょ周り。 見せましょうか。ほら全然いないんで、奥の方にしかいないんで。だからね、超広角レンズ持ってくるとこういうでかいものを撮るときにはね、結構撮りやすい、最前列で撮りやすいかなっていう感じですね。やっぱ全部映るんで、ほらこれ。はい、でこんな感じですね。で右側もさ、めちゃくちゃ人いるんやけど、あれ多分あれでしょ、何お釈かなんか、何してんやろあれ。観光ガイドの人がめちゃくちゃいるからね、なんかわからんっていう。何してんやろこれ。あ、手洗い水って書いてる。飲めますって書いてる。飲む人いんのかな。ああ、あんな感じになってんのか。飲んでますね。なんか右側になんか仏像ありますね。団体撮影禁止って書いてますね。ね、京都のね、金閣寺もかな、金閣寺もね、団体撮影禁止なんですよ。はい、わ結構綺麗なこれ、やばい。こっちね、こっちから撮るか。もうぐるーっと回って撮ろう。これ仏像ですね。何の仏像なんやろ。木造でできてるやんこれ、すげえ。触っていいんかどうかわからんけど、触ってみましょうか。触っていいんかなこれ、何も書いてない。めっちゃツルツルしてるこの木。めっちゃ質の良さそうな木ですねこれ。めちゃくちゃツルツルしてる。反対側はね、こっから先行けないんで。はい、で本能もここのちょっとしか行けないかな。あーですね、こんな感じ。めっちゃ綺麗でしょ。中入りましょうか。募集って書いてますね。めっちゃでかい、めちゃくちゃでかい。ズームレンズ欲しいなこれ。こんな感じね。見えてんのかどうかわかんないけど。うわでっか、めっちゃでかい。あ、ろうそくあるやん。この仏像もすごいですねこれ。如意輪観音って書いてんのかな。これは何なんやろ。た、なんて書いてる。多聞天って書いてんのかな。ちょっと見えづらいですね。なんか右腕になんか持ってる。何なんやろあれ。テラみたいな持ってますね。裏がなんか顔だけ、めっちゃ気色悪い。何これ、めっちゃ鼻息荒そうな仏像ですね。すごいな、睨まれたらめっちゃ怖そう。これなんで首だけなんやろ。なんか書いてないんかな。まあ α6400 の暗所性能もちょっと見てみましょうか。今がね1600っすね。さて1600で使える映像なのか。1600やったらまだマシやと思うけど、ノートルダム大聖堂の募金やんね。募金いっぱい集まってますね。でここが物書いたり T シャツとか売ってますね。ああ、でこっち側もなんか売ってるかな。金メダルって書いてるな。なんか なんやろ。出た、記念メダル。どこでもありますね記念メダル。こっちあるけど、通天閣にもあるし、天王寺動物園にもあるしね。アベノハルカスにもなかったかなこのメダル。今なんか壊れてるみたいですね。何円って書いてる。600円か。600円、500円。奈良時代聖武天皇は動物も植物も命あるもの全てが栄えることを願って大仏様を作られましたって書いてましたね。左側ですね。ほらすごいな、これ。え、これ東大寺のやつ。大仏殿江戸期再建時の模型やって。あ、江戸時代に再建された時の模型なんか。すげえ、全部木造やんこれ。大仏殿鎌倉期再建時、すげえなこれ。めっちゃ高そう。鎌倉の再建時と右側が江戸の再建時ですね。この模型は創建当初の伽藍の様子を50分の1に縮小復元したものであるって書いてる。なんか下にいろいろ書いてますね。結構暗くてね、ちょっとあれなんですよね。後ろにねめっちゃ人おるから、とてもじゃないけどね、あんまりゆっくり見れないっていう。
のがありますね、まあ、今日土曜日なんで平日に来ればよかったやろうけど、ただこう国際的に有名なところなんでここはね、あの平日来たとしても外国人が多いからあんまり変わんないかもしれない、ですね、うん、で左側にまだなんかある、ここもねめっちゃ人おるから、これは何項目店かな、この人も左手になんか筆持ってんのか、筆持ってますね、右手に筆、なんか拗ねてそうな顔してますね前ね、さっきの人はめちゃくちゃ怒ってたけど、虚空蔵菩薩ね、すごいな、なんかありますね、まだ何やろこれ、すごいなこのね、なんかその木のいい匂いが結構しますね、うん、ここだと明るすぎますね、ちょっと暗くするか、うん、だからあれなのか、反時計回りで回るのかな、どうなの、あ、どっちでもいけるな、どっちでも特にあの順序は決められてないっぽい、ろうそく1本50円、ね、ドラも鳴らせんのかなこれ、ね、東大寺の歴史って書いてる、歴史とかね結構ね細かい字で書いてるんですけど、やっぱね、ここまで人が多いとね全部ゆっくり見れないですね、うん、蓮華蔵世界図って書いてる、これか、そうか、この上のやつ、ね、で、左から見るとこんな感じ、はい、で、ここさめっちゃ人いるんですよ、これ真正面から撮れるところやろうからあれなんやけど、だから無理やり真正面から撮りたいんやけどな、はい、見えてるかな、すごいな、すごいどっしりと構えてるね、まあ、あのね、線香の、煙たいあの匂いが結構する、ここら辺ね、後ろに線香炊いてんのか、後ろ線香炊いてますね、ね、はい、これじゃあ、すごいな、これ、うわ、これもすごいな、こっちから、ね、ここの中って入れんのかな、なんかありますね、これ、すげえ。ここ行ったら立ち入り禁止って書いてるんで、この奥は無理やろうけどね、ね、あ、こっちから出てくるだけなんか、なんなんやろこれ、順路、あ、こっちじゃないんか、よくわかんないですね、うん、向こうから回れんのかな、はい、はい、じゃあもう帰りましょうか、はい、いや今日は風があんまり吹いてないけど、あれですね、上着いらんかったかもしれないですね、めっちゃ暑い、夏かよというぐらい暑いな、うん、結構綺麗でしょこれ、右側の花も草かね、紅葉が色づいてるけど、この溝すごいですねこれ、ほらすげえ、掃除めっちゃしやすそうなんなんやろこの像ね、百葉箱みたいですねこれね、すごいでかい、ここのあの木とかもめっちゃすげえ、何これ色つけへんのかな、赤色になってる、ここもなんか物買いますね、ね、なんか書いてるね、ちょっと暗いけど物も買いますね、すごい、あの鹿のやつとか大仏の、行こう、ね、大仏のクリアファイルとかある。すごい、なんか鹿のね、こんな感じ。鹿マロくんって書いてる。鹿マロくんのキーホルダー。はい。で大仏っすね最後。でここで出口かな。ここでもう出口だと思いますね。うわーすごい、出口にも鹿いましたね、ね、さあ、こっちに行きましょうかね、あのさ、この出たすぐそこの紅葉結構綺麗ですね、うん、これね、ここ、ほらほらめっちゃ綺麗な、やばい、めっちゃ綺麗な、やば、何これ、
でこれもバックにして撮ると綺麗そう。これね、モニターがめっちゃ見にくい。 α6400 の致命的にモニターが見にくいな。ちょうどあの池につきそうな草とかも綺麗し、いやーめっちゃ綺麗でしたね。うん、池も綺麗かったし、大仏もでかかったし、ただ α6400 の暗所性能でちゃんと撮れたかどうかっていうのは結構疑問ですね。ねえ、こういう時にまあ GH5S 持ってきてたらよかったんかもしれんけど、まあだからシステムが軽いからね、こっちの方が。うわ、すごい綺麗な。まあ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 、こんな感じでしたね。さあてな感じですね。ここで休みましょうか。ここの椅子に休んでみるとどんな感じなんやろ。うわすごいな、この椅子めっちゃツルツルですね。めっちゃすげえな。座ろう。はい、ということで、いかがだったでしょうか。まあ初めての奈良かな、多分奈良初めてだと思うんでね。うん、まあ東大寺撮ってみました。はい、でこの後にですね、奈良公園かな、まあ、いろいろ回ろうかなと思ってますんで、もしよろしければね、そちらの動画も見ていただければいいかなと思います。また大阪のイルミネーションとかも動画撮ってますんで、ね、そっちも見ていただければいいかなと思いますね。はい、この木とかめっちゃ綺麗な。ということで、今回はねこれで終わりたいと思います。ご視聴いただきどうもありがとうございました。はい。You and me were poor as dirt. All we had was time. Hey, do you remember? Sneak it out.